ねえ、大掃除もう済ませた？大掃除の時ってさ、本とか漫画とか整理しようと思うと思わず最初から読もうと思っちゃうよね。注意だよ。まだまだやることがあるあなた、今年もあと少し、慌てずゆっくり過ごしましょう。今年もお疲れ生です。朝日生ビール。ねえ、今年はみんな帰省してるのかな。帰省して実家でご飯出してもらった時さ、ものすごい量が出てくることあるよね。え、部活の後ですかみたいな感じで、すごくありがたいんだけどね。今年も全力で走り続けてきたあなた、ゆっくりいいお年をお過ごしください。年末もお疲れ生です。朝日生ビール。